油断するな。最大術式展開、活目せよ。このいろはの大仕掛け、いざ蹂躙。了解、焼却。フェレージ、俺に力を。全身全霊だ、ボルティックセイバしょってやつは。あ、それそれ、欲しかったんだよね。これがあればあいつらの警備はもうガッバガバ。ハッキングしなくても動きが丸分かりなのよね。この警備計画書は今からの作戦に必要な品ってこと。本当に重要なのは次の任務よ。今から CC のメインプログラムにハッキングを仕掛けるの。あんたたちにはそのセキュリティを破壊してもらうわ。なかなか物騒な話だな。そこまでする必要があるのか。どうして私たちがアルカディアの孤児たちという名前を使っているかわかる？10年前にあったアルカディアの冬事件、そこで私もレイズもジャックもみんな家族を失ってるからよ。10年前、私の父が代表を務めていた EC は、事件があった直後に CC と名前を変え、会社の体制そのものが大幅に変わったわ。アルカディアの冬の実行犯は特定できているけど、実は CC の連中も関わっているという情報も少しずつ集まってきているの。私はメインプログラムをハッキングして、あの事件の真相を明らかにするためこのレジスタンスを立ち上げたわ。そして今に続いているの。なんて締めっぽい話はおしまい。私のキャラじゃないから。あ、そういえばアネモネなんだけど、その10年前の事件を境に情報が途絶えているのよね。私の予想ではアネモネの失踪に関しても CC が関わっているはず。つまり、やることは一つ。 CC から情報を引き出せば、アネモネの情報も手に入るということだね。はい、正解。だから、メインプログラムにハッキングさえできれば、万事解決ってこと。じゃあ、そういうことだから、レイズ、また頑張って。とある協力者に現地に先に向かってもらってるから、合流してちょうだい。分かった、俺に任せてくれ。銃の手入れしなくちゃ。また面倒ごとか。あ、いたいた。おーい、アルタ。なんだ、レイズか。ん？それ以外もちらほらいるようだな。
新入りか。お前たちのことは知っているぞ。国の上空に飛空艇で突如現れた、いわゆるお尋ね者だ。 CC どころか政府までがお前たちを血まなこになって探している最中だ。おお、どうしてわかる。俺は政府の警察だ。まあ、わけあってレジスタンスに所属しているのさ。それで俺たちは何をすればいいんだ。 CC の保安センターの破壊だ。その隙にブロッサムがメインプログラムにハッキングを仕掛ける。派手なおとりというわけか。いや、おとりの意味もあるが、保安センターにはメインプログラムがつながる演算装置がいくつか配置されている。演算装置の一部を破壊することでシステムの脆弱性をついてメインプログラムへと侵入する、そういう手はずだ。よし、内容がいまいちわからないけど、とにかく任せることにしよう。レイゼン、本当にこいつら大丈夫なのか。戦闘の面ではすごいんだけどね。油断するな。そろそろこいつらも見飽きてきたな。いい加減別の機械はいないのか。飽きるとか飽きないとかそういう問題じゃないだろ。つまらんな、機械は同じ動きばかりだ。これでは鍛錬にもならんぞ。逃がさない。これで決める。悪鬼が救っておる。このゴーマの印で取り払ってやろう。お手には。基本は飛び上がって突っ込む。おう、今後は信頼。鍛錬の結果です。気づいたか。怖いならそこで目をつぶっていろ。俺が全部処理してやるぞ。もう見ていろ、僕だってやれる。決めるぞ。どうだマルキオ、口だけじゃないってことが分かっただろ。そう、少しは腕を上げたな。口だけの坊やじゃないということか。喋りはその辺にしておいて、もうすぐ保安センターに入りますよ。そうらしいぞアッシュ。じゃあとはお前に任せるからな。そう言うと思ったよ。任せておけ。一気ママか。ここが保安センターの内部ね。それでどうすればいいの。破壊って言っただろう。つまりこうすればいいのさ。俺の銃が正義の証だ。おお、あそこの機械を的確に射抜いているようじゃな。その通り、監視カメラを潰しておいて、あとはお前らの仕事だ。好きに暴れた。
油断するな。わしはもう疲れた。レイよ、あとは任せるぞ。ちょっとコレット、ああもう仕方ないわね。逃しはしない。デスペラードバレル、参りますよ。大丈夫、じっとしててね。俺に力を、全身全霊だ。ボルティックセイバー。仕方がないね。さようなら。はい、女神よ、感謝。よし、こんなところだな。あらかた保安センターの破壊は終わったし、僕たちの仕事はこのくらいかな。あとはブロッサムがメインプログラムにハッキングをするのを待つだけだね。ひとまず安全な場所へと避難しよう。ここじゃ警備兵が集まってきて面倒だ。ああ、てめえらこんだけ派手に暴れてて無事に逃げられると思ってんのか。お前の相手は俺だ。おいおい、冗談だろ。まさかこんなところで負け犬のアルター君と出会えるなんてな。なんだ、二人とも知り合いか。あいつとは腐れ縁で、必ず俺が捕まえると決めている。あいつは10年前のアルカディアの冬事件の実行犯。俺はあの事件を止めようと思う。今度は違う。ジャスパーを捕まえ、今度こそあのような惨劇は起こさせない。はっ、おめえに俺は倒せねえよ。また失敗するんだよアルタ。お前はいつも負け犬さ。それはどうかな。お前の野望ここで終わらせる。油断するな。ジャスパー、覚悟しろ。お前は俺が必ず捕まえる。おいおいおい、そんなに熱くなっちゃ困るぜ。思わず火傷しちまいそうだ。大丈夫、じっとしててね。俺に力を、全身全霊だ。ボルティックセイバー。逃しはしない。デスペラードにバレル、どけ。気がしくっておる。このゴーマの印で取り払ってやろう。最高だな。参りますよ。エンジン点火。こういう使い方もあるんだよ。消しすぎだぜ。この盾に栄光の光を。ゴミだ。大丈夫、じっとしててね。はっ、はい、決めるぞ。
大地を裂き投げ払え、ボルティックセイバー。アルターだけならなんとかなったが、他の奴らが面倒だな。これ以上の深追いは危険だな。ここまで。あばよ、ザコども、俺は一足先におさらばさせてもらうぜ。待て、ジャスパー。やられたか。アルタ、ここに残っていても警備兵の増援が来る。ここを一旦引こう。ああ、わかった。くそ、また逃げられたのか、俺は。あとうまくやってくれよ、ブロッサム。と、じゃあここから脱出するぞ。勝ったぞ。哀れなリザードマンである。